方を、じゃあ説明というか今から考えますけどもですね、まずあの、申し上げますエントリー料をですね、1組、1000円ということになっておりますので、まだ1000円エントリー料1000円まだ納めていらっしゃらない方私じゃあ、はい、じゃあ聴衆に伺いましょうかね。聴衆に、はい、はい、じゃあ伺います。はい、でですね、あの今日の出演者さんをご紹介、純不動でございますが、美濃さんプラス K さんで、あと、矢部さん、杉下さんで、銀南さん、永田翔一さん、中村美智さんでしたっけ、はい、はい、ゆきさんは、はい、ルポさんから今日はゆきさん一人で参加ということで、あと谷沖さんになるかな、はい、計あとも一組ですか。一組です、はい、今あのちょっと遅れてますけど、ピアノの萩田喜一郎というのが集めてます。なのでレジュンとしましては、ちょっと萩田さんは最後の方に話しまして、順番はですね、トップバッターに申し訳ございませんが、永田さんにお願いしようかなと思っていまして、次に皆さんと2番目、3番目に矢部さんと、4番目どうしようかな、銀南さんか流れから行って、谷沖さんとか、どちらがいいですか、ね、ご希望4番目というのは、4番終わって一旦休憩入れようかなと思うので、休憩前か後かという感じになります。おはよう、おはようはどうでじゃあ4番が銀南さんで、そこでちょこっとインターミッションを放り込んで、じゃ あのその流れで、じゃあ谷沖さん5番目ということにさせてもらいます。エントリー何組ですか。8組、はい、で、あ、ビクさん、今度遅く出ようかな。じゃあ、その月ぐらいで、6番ぐらいにユキさんで、じゃあ、そのピアノの方がまだってことですね。まだね、これ最後にします。はい、はい、じゃあ、こちら、はい、じゃあ、中村さん、7番、遅くなりますけど、はい、ちょうど僕、ギターのサポートが続くので、そうさせてください。はい、私、預かっておきます。で、これは、これは後で、じゃあ、また、これは考えたら、失礼します。エントリー料と別にまた一般のお客さん対象なんですが、まあチップは歓迎しておりますのでよろしくお願いいたします。で、まあ手順は説明をさせていただきましたけども、基本は、はい、あ、坊さん先生、坊さん1234、ラバンゲルス1234、9組か、あ、そうかそうか、最後確かに9組になってた、あ、失礼しました、9組、結構じゃあ忙しいな、いや、数え間違いした、どうしようかな、セッティングが面倒くさそうかどうか、どっちやったっけ、そうですね、やっぱしじゃあインターミッションをちょっと遅らせようか、インターミッションじゃあちょっと井上さんの後に、じゃあ、谷沖さんを入れてからちょっと休憩にさせてもらって、休憩明けで坊主さんで、ゆきさんになって、中村さんで最後萩田さんということで、計9組でしたね。はい、失礼いたしました。という形で進めさせてください。はい、よろしくお願いいたします。時間すみません、何時ぐらいになりますかね。はい、休憩明けは。休憩明け、ちょっとね、1人20分で、転換5分と見て、計算してどのぐらいかな。計算していただけますでしょうか。はい、8時半ぐらいですかね。ちょっとわかんないですけど、多少減量。お急ぎですか。なんかお帰りとか、そういうあのご遠方の方とかおっしゃっていただいたら。あ、大丈夫。順番だったら買いますけど、いいですか。はい、で、マスターがあの交通機関の時刻表とか確認してくれると思いますので、はい、さあ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 、どういうこと、
さあ、皆様、平子カフェにようこそお越しくださいました。第4回アコースティックライブパーティー、第4回になりましたね。あっという間でしたね。あっという間でございました。前回何月でしたか？3月です。3月ですね、ヤブさん。3月でしたね。はい。はい。はい、本日は、世界の皆様にもご覧いただいております。こんにちは。ヒラコカフェでございます。第4回アコースティックライブパーティー開催いたします。こちら。ね、今日お越しの皆様はね、無料で観覧していただけるのですが、この組良かったな、お目当ての人に、チャリーンと、ね、投げ銭していただくもよし、この組を見に来たんじゃないけどこの組が良かったなと思ったら、まあね、投げ銭をしていただくもよし。なので皆様、出番終わったらご自身の、なんていうんですか、采配でですね、これをこう、これどうですかみたいな責任において、で、あの出番終わったら自分のやつ取っていってください。じゃないとどん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 こう累計していって最後の人が取っていくというね、そういうことにもなりかねませんので、わかりましたか？わかりましたか？あれあれ、わかったんですかね。はい、では始まっていいんですか？はい、はい、じゃあ始めます。永田さん、これあのミュートを外して、あ、永田さん、じゃあお出ましくださいませ。あ、そうなんですね。あ、しばらくお待ちくださいませ。オープニングはカルロス大野がおさの場で、まあ、ちょっと前座あるかなって、おさの場やらないです。おさの場じゃないんかい？ないんです。ちょっとあのすいません、いつも通りの明るめの照明にしとってもらっていいですか？今日は明るい照明する。明るい照明する。ここはほぼこのこのあのアコースティックライブパーティーほぼ明るめでお願いします。100年も同じぐらい明るめで。テス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 テ
リアイかましてます。私事でございますけどもですね、先月の末にですね、ちょっとゆみさんの母親がこんなところで言うとちょっと暗い話ですけど、亡くなりましてですね、それでちょっと暴殺をされておりまして、この間ギター、ライブ行ったんですけど、ギターさん久しぶりでライブ出たというだけなことになってまして、今日も全くさっきまで仕分けできたんですけど、まあたまにはこれでのこの間手に入れたんで、これギターレレという、これレっぽいですけど、弦6本なんで、これですね、ちょっとこれレっぽいものをやってみようかなということで、と言いますのは話もないんですけど、その義理の母親の葬式に出ておりましてですね、ふっとこの曲が思いついたので、じゃあやってみようかなという感じなんです。オーバーザレインボーっていうスタンダードなんです。で、なんでかと言いますと、ちょっと前にやってたアメリカのテレビドラマで ER っていうのがありまして、緊急救命室だっけ、ER っていうテレビドラマがあって、グリーン先生というドクターが、まあ、劇中で亡くなるんですよ。
その葬式でこの曲が流れて、すごく印象に残ってまして、全然何の全部ないですけど、でやってみようかなというふうにちょっとさこの間思いつきました。すいません、練習も何もしてないのでどうなることやら。じゃあということでやってみます。大型連合。実は話長いです。途中で違う曲にちょっと動いたり変わったりします。Thank you.
正一さん、はい、どうぞ、それはよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。宝塚から来ました、永田と言います。よろしくお願いします。早速あまり MC を長くやると曲ができなくなりますので、早めにやらせてもらいます。まずジュテーム宝塚というオールオリジナルソングなので、おしゃれな扉の喫茶店、コーヒーカップを傾けて、味わう香りの思い出が静かに流れる花の道、ジュテーム、ジュテーム宝塚、ここで愛を語ろう、愛言葉、ジュテーム。一番星を目指す。
出演いただきました。私は実は社会保険労務士という仕事をしてまして、そもそもライブをやろうかなと思ったのは、それに関する曲を作るようになってからです。まだ食事中の方いらっしゃいますので、これパスしましょうか、後にしましょうか。食事中の方よく戻す方がありますので、ちょっとその曲は避けまして、先に、ブラックカンパニーという曲をいきたいと思います。食事終わられましたですか？食事終わったようですので、セクハラショックというのをやります。一応 R18 指定または R81 指定ということになってます。年配の方はちょっと血圧上がって危ないと。
最後になります。一応このテーマソングというのがありまして、シャカオペドームシンこれで締めないと、これをやりに来てますからね、これやらないで終わるとまずいことになりますので、あなたの身近に社会保険労務士相談即解決ということであります。あなたの身近に社会保険労務士こういう機会ですので、ジャンジャンとやろうとしておいていただければ、はい、どこでやってますか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。
2番バッターですけど、宇野さんもなかなか渋い声でですね、はい、前回から盛り上げていただいております。ケイさんのピアノと両手でお願いしますということで。いつもはジャズバンドで、やっております。美濃さんはスーパーボーカリストとしてジャズバンド のメインボーカルとして頑張っております。私は後ろの後方舞台でこそっと地味にしかし可憐に頑張っております。よろしくお願いします。今日はその中の、ユニットという感じで美濃さんとけいちゃんでありがたくこの場に出させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。ウイスキーがお好き
ましょう。ありふれた話でしょ。それでいいの今も気まぐれな占い。Thank you.
とまた日本の曲になります。黄昏の出来もう一回イエーイ世界中流れております。黄昏の歌で雨もね、やんだ、わかります。
あ、そういう雰囲気ちょっとでも預かっていただけたらと思いました。そしたら最後の曲になりますけどね、これからの歌です。サマータイム。息が出てます。
今のリバーブ長さのままになっちゃってます、はい、お願いします。ですね、次のヤムさん、最近いろいろお世話になっておりまして、なかなか器用な、キャラクターでして、今日も PA をお願いしてるんですが、なかなか達者のオペレーターになってくれますので、この間の私の、関係するライブでも彼をちょっと PA でお願いして、ついでにちょっと再びお願いしたんですけど、今日はこんな感じでアコースティックで、歌ってもらうんですけども、彼は、まあ、彼は自分で紹介するとは思うんですが、別のユニットもやってますんで、この辺は、まあ、自分で紹介してもらいますかね。今つなぎました。ありがとうございます。リバーブは、はい、ちょっともし深めにかけてもらえるとちょっとごまかせて嬉しいかもしれないです。あ、いいお風呂感でございます。ありがとうございます。皆さん今日は楽しんでいらっしゃいますでしょうか。乗ってるかーいってなもんでよろしくお願いします。はい、ヤブユウスケと杉下智則っていうユニット名で今日は参加させていただきました。僕たち大体33歳、あ、この間34歳になったんだよね。ああ、なった。そうなったんです。で、それぐらいの年なんですけど、中学高校生からの友達で、当時バンド組んでたんですよ。バンド組んでまして、そんで文化祭でライブをやった以来、ちょっとしばらく人前で演奏、2人でね、一緒に演奏する機会っていうのがなかったんですけれども、去年にですね、友達の結婚式の二次会、あ、じゃあ結婚式披露宴で、一緒に演奏したことをきっかけにですね、その時もうちょっとああした方が良かったな、こうした方が良かったなっていう、あのちょっとリベンジ会議がありまして、また機会があったらいい感じに演奏しようぜっていう、会議を経て今日このステージの、演奏する機会をいただいているわけです。なんで気合十分でございます。僕たちも一生懸命演奏しますんで、ね、いいお酒を飲みつつ今日一日いい楽しい日にできたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。というわけで、いきます。歌います。ちょっと選曲がね、大体その、82年生まれっぽいあの感じになっちゃうと思うんですけど、楽しく演奏してもらいますんで、よろしくお願いします。いきます。まっすぐ愛に行くよ。
聞きたくないよ。
Thank you.
ありがとうございます。最近ちょっとね、いろいろ反省することがあったんで、ですね、作りまして曲を。そしてですね、そのままこの思いを忘れないようにしようと思ってレコーディングを実は最近したんです。はい。そしてですね、ここからが宣伝になるんですけれども、そしてそれでできた音源っていうのを実は今日持ってきておりましてですね、そちらのカウンターの方にですね、2曲入りのカセットテープで置いております。はい。はい、そしてですね、はい、なんかちょっと CD にやり方が分からなかったちょっとカセットテープにしてみたんですけど、で5月でですね、今日数えてみて僕10本ほどですね、こうやって弾き語りの方をライブさせてもらってるんですけれども、やっと前回1本だけ売れました。はい、なんでこれを勢いでまたちょっと売れたらいいななんて思いながら、はい、やっております。よかったらですね、そのカウンターのその辺りにちょっとカセットテープとか、なんかそう説明書きとか置いてるんで、興味ある方ぜひ見ていただければと思いながら、はい、そして最後のですね、曲に参ろうかななんて思っております。はい、これはですね、僕と杉下くん2人でですね、ちょっと一緒に演奏、人前で演奏したいなっていう風になるきっかけになりました。1年前の6月に結婚式の、友達の結婚式の披露宴ですね、一緒に歌ってや、2人で歌ってやっていう風な依頼を受けて必死に練習したんですよ。はい、そしてですね、頑張って気合い入れて練習した結果、ちょっとミスりましてミスりましてですね、はい、ちょっとなんですかね、もう一回できたらなとか思ってたんで、ちょっと最後今回こそはミスらないようにと思いながら、ちょっと、はい、今日のこの日を迎えましたので、それを最後にちょっとやりながらやりまして、最後笑顔で終われたらなと思っておりますんで、はい、温かく見守ってください。よろしくお願いします。頑張ります。I want you.Sure.
た一度忘れられない恋ができたら満足さ、こんなときめきを感じてあなたは望むのかな。 I feel you, I got you, I hold you, 夢の中でだんだん大きくなってゆく僕のイマジネーション。 I feel you, I got you, I hold you、 この想いをビンビン伝えてほしいから、ヘビーローテーション、いつも聞いてたフェバリットソング、あの曲次は矢部さん、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。次はですね、次からテクニシャンの2人が続く感じになるんですが、もう一回ハードル上げとかな。いやそんな。まず、ディンナーさんはですね、いつでしたっけ、ニロリボンで言われましたね。はい、今来たんです。後ろ側のイエローリボンというところでライブでお会いしましたですね。いや、すごいテクニックの演奏ギターを弾かれるので、
皆さん楽しみに。めちゃハードル上げてる。いや、あの大げさではなく、本当にね、素晴らしいです。年見ながら自覚過剰してるんですけど大丈夫ですか？話はさておきですね、実はですね、レブさんも絡んでるんですけども、はい、サンダでですね、野外ライブを喜ばれる話をちょっと伺ってまして、いろいろ企画を進めておりまして、なんでそんな話が、でようやく日程で場所が固まりましてですね、後であのチラシをあの配りさせていただきますが、野外ということで、9月の25日にですね、三田の中央公園、欅台にあるところですね、中央公園のが9月の25日、それから、ウーティータウンの市民センター横に広場、ここでは10月の29日という、これ、覚えてですね、アコースティック系、ほぼアコースティック系に限るということになると思うんですが、中央公園の方がドラマを受けたとき、中央公園の方がドラマありですね。また、Facebook 等でですね、上げておりますが、出演者を応募中でございますので、エントリー料はなしです。ただ野外ライブですので、当日雨が降ったりしたら多分流れますが、はい、また後でお伺いしますので、よろしくお願いいたします。ということで、ごちそうさまでした。あ、そうで、はい、なかなかですね、こういうストロンギターというのはジョリガーター変なんですね。音作りにすごく力がかかると思います。さっきから見てますが、すごい機材を使っているので、ぼちぼち自分でできたらどういう感じですか。本名ではないですので、はい、小学校2年生の時からの、あだ名というかニックネームで、本名は、木南というんですけども、時々 Facebook の、 友達申請させてもらっていいですかって言うてくれはるんで、あ、いいですよ言うて、でまだ次お会いした時に、いや、なかったです言うて、なかったですかって言うたら、いや、銀ないのが出てこないんですって、いや、銀なんではなくて、木南武之で検索していただいた、かっこ銀なんで出てきますからということを、よく言ってるんですけど、はい。そうですね、ギターのインストをさせていただきます。で、時々、あれ、長いイントロやったなとか、歌えへんかったんとか、言われて、いや、インストというのはそういうものなので、はい。で、今日、いろいろ曲をちょっと用意してきたんですけど、さっきリハーサル とか、さっき、3組出られた方も聞いてたら、めっちゃかぶりまくりで、あーと思って、どんどん、あ、これあかん、これあかん、これあかんで、で、残った曲を、やります。はい。先ほどの、
ね、あのユニットの方が82年生まれって言われてたんですけど、僕62年生まれの、あの、あれなんで、なんかそういうふうな選択になってしまって、きっと僕が選ぶのは、まだあの、赤ちゃん、まあ、0歳、1歳、もしくはマイナス20歳ぐらいの時かと思うんですけど、すいません。あの、しょうないです。
バーもかけても、はい、ちょっとそっちの、どこでどっかで余力がちょっとだけ大きいかもしれないです。あ、ちょっとだけ悪くする感じ。あ、はい、はい、かぶらんようにしてね、ダメですよね。よし、じゃあこれで。しょうがないでしょ、インストって。で、いや、もう、ね、もうほんま、ハウヨとっとと退散しますね。めっちゃキャラが多い。なかなか
インストの曲ってね、自分自身がインスト好きやのにプロの方の、ライブとか行っても、その知らん曲を弾かれてもわからないんですよね。こんなん言うたら師匠にしばらき回されるけど言わんといてくださいね。ああ流れて、あもうあね、それで初めそういうギター曲ばっかしインスト曲ばっかしやってたんですね。で、ステージでやっぱしもう緊張してテーブルブルとか震えて終わって、まあ、めちゃくちゃ失敗しても「あよかったよ」とか言い張るんですよね。めっちゃ失敗して途中止まったりもしたのに。でなんか12いや100、1000に1つ、万に1つぐらい何か間違っちまよってうまいこと言った時があって、で、ステージ降りて、あ今日はごっつい言うてくれはれやろうな思ったら何も言うてくれはれへん。でこれは何でやろって考えたら、あやっぱし基本形人間わからな、それが基本形わからなね、応用問題できへんっていうのと一緒やなと、これは基本形を皆さんご存知のやつをやらなあかんと思って、で今ちょっとそういうそういうデスペラードとかスイートメモリーズとか、おそらくこれは今の時代に生きてるのならご存知であろうと思われる曲をちょっと今レパートリーで増やしてるんですよね。でついこの間違う、某門真の某ライブハウスでサザンオールスターズの愛しのエリーを、やろうと思って、ちょっと若い方が20代の方が多かったのでなんとなく不安に思って愛しのエリーって知ってますよねって言ったら、ってあサザンオールスターズなんですけど、あ、お父さんが聞いてましたとか、なんかそれ聞いて、あーって思って一応手挙げてもうたんですよね。愛しのエリー知ってる方がいたら、そのライブハウスの経営してる方とそのスタッフの方とあと数人だけで、あー一体自分はこれからどういう方向を目指してやっていったらええんかなと、やっぱり同様とかあんなんですかね、友達100人できたらとかね、100人なんかできるはずないのにね、そう教えてね、でまた話がでね、最近ちょっと何をやったらいいんやろうなと思って、あ絶対これはっていうのがようやく最近分かって、 MC やなと。 MC はかぶらへんし、ね、日本語で喋ってる、まあ、外国の方もおられたらすいません、バイリンガルでハローとか言いますので、ね、MC やったらまあ古今東西イスラエル語とか喋られませんけど、まあいけるかなと。でもそれやってたらそれはそれでね、ステージ終わった後インストですよ、インストやって喋、ってもちろんギターも弾きますよ、ずっと喋ってるの違いますから、ね、終わってで、客席の方行ったら、いやー面白かったと言い張るんですよね。あ、はいって僕はきっと顔に出てたんでしょうね、複雑な表情が。それを読み取った方が、あ、ギターも良かったですよって。で、ここだけかなと思って違うとこでもやったら、いやもう喋りごっつ良かったですって。いや、ギターも良かったんですけどねと。で、Facebook 僕してるんですけど、Facebook でも、昨日出たところでも、ギターのインストされていましたが、MC が印象に残りましたと。一体、MC は僕練習してませんよ、家で。ここで思いついたこと適当に嘘800言うてるだけなんで、ギターはね、こっち練習。してるこれどうですか、主催者の方としてはどうなんですか、これは十分です。十分、何が十分もう聞くな、十分わかりました。ではこれもご存知でない方はご存知でないでしょうね。はい、ああそうか、はい
東へ西へでした。はい。あ、すいません。あの、もし信じおられる方いてたらすいません。訂正します。井上陽水さんの縄文時代。アホなことばっかし言うとってね、人生を、なんか、もう、あの、もう、ここまで来たら、もう人生やり直すことできへんから、もう人生を楽しく棒に振る、これがね、そうしようと思って、今を楽しんで、あとは惨めな老後を迎えようと思ってます。はい、これあのいつも僕、こうやって紙書いてるんですけど、これ、曲目なんですよね。で、昨日あの違うライブハウスでやってたら、あの銀杏さんはここに喋ること書いてるんですか。いやいや、これそんな違いますよって、これ曲目いろいろ書いてあってね、すぐ忘れてまうので、どうしようかな最後、
では、あの年齢層を見ながら、はい、じゃあこの曲を、はい、時間大丈夫ですか？あ、もう来ていただいていいですよ。はい、あ、大丈夫です。次のライブの予定とかまたあったら言っといてもらったら、あ、次はいつだかな。あ、月曜日、あさってですよね。アシアのヌーブでチャリティーコンサートに、出させていただきます。それから7月の1日に、天満の、ネタ小屋で
あのブッキングで出させていただいて、その2日後の3日、大阪のマチルダさんでちょっと出させていただいて、その言ってたずっと12月31日まであ、やめときます。はい、ごめんなさい。はい、すごく忙しそうで素晴らしいです。はい、と続きまして、あのテクニシャンが続きますけども、髪を着せる、ね、よろしくお願いします今そうな感じなので、僭越ながら私もちょっとライブの告知をさせてもらうときでよろしいですか。私はさっきちょっとちょろっとなんか日陰のことしましたけども、普段は五彩川を弾いてきましてですね、主に、よく活動しているのはビショパパンというボーカルとのデュオユニットでよくやっていることが最近は多くてですね、ざっくりとスケジュールだけ、ここで紹介させていただきます。詳しくは Facebook だし、ホームページで見ていただけるとありがたいんですけども、来月16日にですね、元町のカフェカラスというところで、何だっけ、なんかエイカーなんかとのコラボライブ、造形作家さんが呼ばれて、私たちがそのビジュアルとしてお参加するイベントが7月の16日の元町の壁からするところでやらせてもらいまして、で7月の24日にですね、飛ばします。8月の3日にですね、有馬温泉 の、 川座敷というイベントがあるんですけども、そこで、出ます。8月の3日、雨が降らなければなります。でこの川座敷という、両風川座敷というのが正式名称らしいんですけども、音楽のパフォーマンスと、芸者さんの踊りが交互になるという感じの、すごく大人のそうですね。で、一日、私たちがやって踊りがあって、またやって踊りがあって、そういうなんか繰り返しのサイクルぐらいな感じなんです。でそれが8月3日でしたですね。で、8月の20日の、メリケンパークのステージに出ることになっています。はい、ちょっと名前忘れました。メリケン夏物語がなんかそんなんだったと。8月4日にですね、忘れました。8月4日に、三宮の、ザ・ヒーローっていう店で、おさのまのライブとセッションになりますので、セッションタイムは飛び入りを歓迎してますので、ピアノとか管楽器とかボーカルとか、おさのまをやりたいという人は飛び入り歓迎でやっております。三宮の高架、JR の高架下のザ・ヒーローっていう店です。8月4日でした。自分でもまたやるか分からないから、一つ忘れてるからね。思い出しました。7月の24日の日曜日ですね。この間、そこのサンタのペデコンでやる予定だったやつが雨で流れて、その
次のやつが7月24日ですね。この三田駅前の、オープンスペースで、やる予定です。多分知名度さんとかも出るんじゃないかなというふうに聞いておりますので、これもオープンスペースただですので、よろしければまたお見せください。はい。次々ってあれですね。はい、また詳細質問できている方もしおられましたら別のことを聞いたいと思います。じゃあぼちぼちスタンバイバイスタンバイで谷口さんでしたっけ。はい、はい、よろしくお願いいたします。住んでるところは神戸市北区なんですけども、子供の頃からこの三田に、よく来てましてですね、ふるさとという三田で、こういうイベントに参加させていただきまして本当にありがとうございます。ここのキリワゴさん の、ジャズとかのイベントにちょくちょく見に来てましてですね、ジュリさんに、急遽のお誘いをいただきましてですね、本日参加させていただくことになりました。それでは早速ですけども、1曲目はですね、このふるさとのサウンド来る時にはこの曲が流れてるのかなと思います。ジョン・デンバーさんで Take Me Home Country Road を聴いてください。Oh,
はあんまりその洋楽っていうのはあの全然子供の頃から調べても、あの子供の頃ってそんなあの、まあ、そのヤマトとかスリーナインとかなんかそんなアニメ世代でしてですね、そのあの外国の曲は知らないですけど、次の曲はですね、まあ、古い曲で、女性 の, あのアーティストの方が歌われてた曲です。500マイルという曲ですね。ただし僕は英語ではあの歌ったりしませんで、亡くなられましたので今はの清志郎さんが、日本語に置き換えましてですね、いろんなアーティストさんが歌っています。ピーター・ポール&マリーさんとかも歌ってまして、まあ、最近では、松たか子さんとかも、カバーしてるみたいですね。それでは500マイルを聴いてください。インストをやりますので、ちょっとお時間ください。Thank you.
それではですね、お待たせしました。押尾幸太郎さんの、インストを、やりたいと思います。まず1曲目はですね、セミバラードの曲で、あの夏の白い雲という曲を聴いてください。
それではですね、最後の曲になります。大塩幸太郎さんの、アップテンポな曲でスプラッシュという曲を聴いてください。ちょっとこんな元気は初めて見ます。すいません。あ、どうもありがとうございました。大きいでした。あ、どうもお疲れ様でございました。前半戦はここで一旦小休止をいただこうかなと思ってますので、どうしようかな。15分程度休憩をさせていただきまして、8時40分ぐらいから坊主さんでよろしいですか。はい、よろしくお願いいたします。
でも、どうやってお分けしたらいいんですか。